幼い頃から同じ時間を過ごしてきた二人、やがて大人になり結ばれることになる。いよいよ明日か、結婚。のび太のくせによ。ところが結婚式当日、逃げた、のび太逃げた、逃げた、のび太逃げた。どうしていなくなっちゃったのかな。どうしよう、ドラえもん。このままじゃ僕、しずかちゃんと結婚できないよ。僕はこんなだから、もしかしたらしずかさんを幸せにしてあげられないかもしれない。時をかける、のび太とドラえもん。のび太さんは必ず来ます。しずかちゃんとの思い出が消えちゃうんだよ。のび太さん、そのままでいいから、そばにいて。スタンドバイミードラえもん2。